た。味方軍に距離を取らせちゃいけない。自分の射程距離に捕まえるんだ。捕まえてみろよ。一歩のやつ、いいジャブ出すようになったじゃねえか。確かにノーライセンスの新人としては大したもんだ。しかし宮田君の足はさらにその上を行ってる。すごいな。前に見た時より磨きがかかってやがる。シャドウじゃ完全に捉えていたのに、本物とイメージじゃ大違いだ。落ち着け、落ち着くんだ。今までやってきたことを思い出すんだ。こっちだ。あ、逆だった。左足が前。今度こそ。実際宮田の足さばき華麗だよな。普段のスパーラってあんなの見たことねえぞ。野郎隠してやがったな。まったく新人離れしてるぜ。待てよ、普段やらなくていいことをやってるってことは、やらなきゃいけないところまで追い込まれているってことか。あの一歩に調子に乗り上がって、顔面がガラきたぜ。なに。当たった。僕のパンチが初めて当たった。見事に捉えおったな。ダウン、ニュートラルコーナーに下がれ。ワン、ツー、すっげーぜ。いきなり宮田がダウン取りやがった。宮田君のダウンなんて初めて見たぜ。さすが会長が教え込んだだけのことはある。えい、ナイト。やれるよ、やれますよ。どうやら甘く見すぎたようだ。3ヶ月前とは別人ってわけか。おかげで目が覚めたぜ。はい、小僧、迷わずに行け。はい。同じパンチを2度もらうほど間抜けじゃねえ。この一歩がダウンだ。ダメだ、あのカウンターもらっちゃ。3ヶ月前と同じじゃねえか。小僧、迷わず行け。はい。同じパンチを2度もらうほど間抜けじゃねえ。ああ、今度は一歩がダウンだ。ダメだ、あのカウンターもらっちゃ。3ヶ月前と同じじゃねえか。相変わらず冴えてるぜ。殿下の宝刀の切れ味は。ワン、ツー、浅いか。4 5 6 7 8。 やります、大丈夫です。嘘だろ、なんで立ち上がれるんだ。よっしゃ、3ヶ月の成果が出とるぞ。浅かった。タイミングはドンピシャだったのに、なぜか手応えがしっくりこなかった。踏み込みが甘かったのか、それとも呼び込みが足りなかったのか。どっちにしろ次のチャンスで仕留めてやるぜ。前は気絶するほど効いたけど、今回は大したことないぞ。あの3ヶ月は無駄じゃなかった。会長とやってきた対カウンター用の特訓の成果がはっきりと出てるんだ。ファイト。強引に来るかよ。距離を取られたら宮田君のアウトボクシングの餌食だ。全身、全身、全身。おお、一歩がガンガン踏み込むせいで
宮田本来のボクシングをさせてもらえやしね。でもよ、カウンター持ってる相手によく前へ出ていけるぜ。まったくだ。少しでもダッシュが鈍ろうものなら矢のようなカウンターが飛んでくる。こいつは勇気のいる戦法だぜ。当たるぞ。宮田君がひるんだ。あ、タイミングもドンピシャ、呼び込みも完璧だ。よし、やった。に下がれ。見たか、おい。おお、すげえな。またダウン取っちまった。違うって、カウンターが当たる直前だ。直前？自分から当たりに行ってヒットポイントをずらしたんだ。カウンターが来る直前に前へ出る。そうすれば腕が縮んでいる状態の時当たるから、カウンターの威力は半減される。そうか、踏み込んでたのか。相当ダッシュ力を鍛えたんだろうが、とんでもねえカウンター封じだぜ。あいつのダッシュは攻撃だけじゃなくカウンターに対する防御にもなってたのか。なんということだ、カウンターをあんな方法で封じてくるとは。タイミングで倒されたさっきのダウンとは違う。今度のダウンは相当効いてる。決めたか。3 4 5 6 7 8。やれるか。はい。宮田のやつ足に来てるぜ。立つのがやっとだ。おいおい、次ダウン取ったら一歩の勝ちじゃねえか。宮田から KO？ すげえことになってきた。僕が勝てる。元気な宮田君にはモーションが大きすぎて当たらないパンチ。今なら、今の宮田君になら当たるかも。アッパーだ。まずい、後がない。落ち着け、落ち着くんだ。決めに来るはずだ。何で来る？考えろ、考えるんだ。はい、行け小僧。はい。傾け、拳は上向きに引きつける。膝を起こしながらその勢いごと突き上げる。アッパー、ブロック、いや、迎え撃て。逆転だ。よし、宮田が意地を見せやがった。やってくれるぜ。なんてやつだ。あれにカウンターを合わせるかよ。やられたわい。まさかアッパーにまでカウンターで来るとは。ロングアップを打ち終わった体勢からはカウンター封じは使えん。もろにもらっちまった。これからよく立ったよ。よっしゃ、よう立った。
ゴングはまだか、ゴングは。一歩、やれるか。はい。宮田、はい。ストップ。1ラウンド終了。2人ともすげえぞ。小僧、おお、鳥肌が立つね、父よ。さすが宮田ってところか。しかし一歩も大したもんだ。高村さんの話をあながち嘘って言えなくなってきたな。カウンターを封じるダッシュ力を持ったファイターボクサー、カウンターを封じられてもアッパーに合わせに行くアウトボクサー、これが野良卒同士の試合かよ。特にあの坊や、こいつはとんでもない拾い物かもしれねえぜ。惜しかったな。狙い通りにロングアッパーをカウンターに取れたんだが。くそ、その前に食らった右ストレートで足に来てたんだ。踏ん張りが足りてれば今ので完全に終わってたはずなのに。くっ、あいつは3ヶ月前とはまるで別人だ。2ラウンド目からは同じレベルの相手のつもりで戦う。気を抜いたらやられるのはこっちだ。一郎、ダウンは二度ずつじゃ。互角に戦いとるぞ。すごい、やっぱり宮田君はすごい。最後にあんな奥の手を出してくるなんて。よほど効いたのか。勝ちを確信した後に逆転されたんじゃ、精神的なダメージがなければよいが。とにかくよく戻ってきた。でも当たりました。前回は一発も当たらなかったのに二度もダウン取れるなんて。今までの3ヶ月は苦しかったけど、今はもう嬉しくて嬉しくて。できれば何度でも立ち上がってずっと試合をしていたい。宮田君ほどの人が僕なんかに奥の手を出すほど本気になってくれてるんです。もったいなくて寝てられないですよ。こいつ、ダメージは両者同じくらいだな。一歩は宮田のカウンターを封じたが、宮田も一歩のロングアッパーをカウンターに取っちまいやった。お互いのサンデーパンチを封じ合って完全に互角ってことか。いや、坊やの方が分が悪いんじゃないか。お互い得意なパンチが出せないってことは一発勝負は無理だ。つまり勝負は手持ちの技の数で決まるってことだ。だとすると、よし、セコンドアウト、2ラウンド目始めるぞ。おお、一歩がかました。宮田どう出る。これは、ほう、クリンチだと。おいおい、宮田がクリンチなんて珍しいな。どうなってるんだ。宮田君がクリンチ、どうして。ブレイク、踏ん張るな宮田。ファイト。
宮田君、どうして。ブレイク、離れろ宮田。これは宮田のやつ。ストップ。2ラウンド終了、ホーラーへ。おかしい、宮田君は逃げるような人じゃないと思ってたのに、どうして。あ、気づいたか、このラウンド宮田は攻撃を捨ててダメージの回復に努めたんじゃ。さすがにキャリアが違うわ。ラウンドの最初には肩で息をしていたくせに、今はもう呼吸が整っとる。残り2ラウンド来るぞ。宮田のプライドが低いわけじゃない、むしろ高い方だ。勝つために最大の努力をしているんだ。彼の本気が伺える。しかし、いきなりそこまで宮田を追い詰めるとは。彼はまだ1ラウンド目のダメージを引きずっている。だが、あの前進がある限りカウンターは封じられたままだ。どうやって倒すつもりだ。足さえ止めてしまえば前進しようがないさ。ほう、そのためのクリンチだよ。次のラウンドで決めるよ。見ててくれ父さん。セコンドアウト。足は生き返った。宮田君の目つきが変わった。どうする。迷うな、どの道僕には前進するしかないんだ。宮田が攻撃スタイルを変えてきた。スピードに乗って足を使ってるぜ。ヒットアンドアウィーク。飛び込んで素早く攻撃し、相手が打ちに来た時にはもういない。一発の KO に結びつくパンチこそ少ないが、確実にダメージを与えていくってやつだ。まさにアウトボクシングの教科書通り。一郎、ボディを集中的に狙ってやがる。一歩のボディがいくら強力でも、ああ疲労してるところにぶち込まれちゃう。坊やは1ラウンド目のダメージを引きずったままだ。あれほど見事なヒットアンダーウェイには手も足も出ねえ。いかん、一歩の足が止まった。宮田の作戦勝ちだな。一歩の前進を止めてしまえば、もう宮田に怖いものはねえ。ここに来て経験の差が明確に出たか。なのにまだ1ラウンド残ってるのに。どうだ。コーナーへ。ワン、ありゃ立てねえな。ツー、
宮田のコメントをもらって帰るか。スリーおお。フォーまだやる気か。ファイシックスセブンエイファイトストップゴングだ。3ラウンド終了。おーすげー燃える。ゴングに救われたか。最終ラウンドも出来上がった。確かにあの坊や宮田相手によくやってる。だがもう勝負は決まってる。逆転はありえない。いいフットワークだった。それにしてもお前がガッツポーズとはな、初めて見たぞ。自分でも驚いてるよ。あいつのパンチはどれを取っても一撃必殺の威力がある。一発でももらっちゃいけない。そういう緊張感がたまらないんだ。それでいい。プロのリングでは常にやるかやられるかのプレッシャーがつきまとう。それに打ち勝てない限り本物のプロにはなれん。会長に感謝せねばならんな。いい経験をさせてもらった。今の戦い方をすれば KO も時間の問題だ。しかし彼も死に物狂いで逆転を狙ってくる。あのアッパーには気をつけろよ。あいつのアッパーの動きは完璧に掴んでいる。懲りずに打ってくればカウンターで終わりだ。鼻血でまともに呼吸をできん状態か。全くよく立てたもんじゃ。しかし前進する足は奪われ、フィニッシュブローのアッパーはカウンターで封じられた。お前にはもはやなすすべがなかろう。どうじゃ、ここらでギブアップするか。次のラウンドに出て行っても好きなように殴られるだけだぞ。僕も最初は宮田君に近づければ満足だと思ってました。もう十分自分の思っていた以上のことはやれたんですけど、でもここまでやったんならもう少し、どうせなら勝ちたいなって欲が出てきちゃって。変ですか。こやつここまでボロボロにされながらまだそんなことを考えとったのか。しかし火だるまにされるのは目に見えとる。やらせてもいいものか。まだプロデビューもしとらん小僧に。セコンドアウト。小僧やるのか。やります。まだ一つやり残しているものがあるんです。ん、よっしゃ行ってこい。そのやり残しってのを見せてもらおうか。はい、決めてこい一郎。オーライ、ラスト4ラウンド。決めろ宮田。負けるな一歩。行けぜ。宮田が行った。ガードの上からいきなり右でロープに追い詰めやがった。逃がすか。亀作戦か。一歩のやつは3ヶ月前に逆戻りだぞ。何が何でも KO で決めるつもりか。連打がすごすぎて何もできない。収まるまで耐えるんだ。いつ収まるんだ。ガードが甘くなってきた。 KO は時間の問題だな。このままじゃやり残しってやつを出す前にやられちまうじゃろうが。決まりか。勝った。これで終わりだ。連打が止まった。モーションが小さい。右ストレートだ。左に避けて。何？アッパーだと？モーションなしのショートアッパー。小僧はこれを狙っておったのか。は
あの状況でまだあんなパンチを。危なかった。今までとは違って全然読めなかったぜ。冷や汗かかせやがって。外れた。もうダメだ。どうして？なんで宮田が倒れたんだ？スリップか？ダウン！ニュートラルコーナーに下がれ！いえ、ダウン？さっきのが当たっていたのか？空振りじゃなかった。アッパーが宮田の顎の先をわずかにかすめていたんじゃ。ワン！ツー！つまんねえダウンしちまった。モーションなしのアッパーとはな。さすがにあの体勢からアッパーが出てくるとは予想できなかったぜ。スリー、フォー。わかりましたよ。今立ちますから。はい。どうした、イスロー。なんてこった。シックス。待ってくださいよ。今立つから。セブン。待ってくれ。まだやれるぜ。エイト。まだやれるって言ってんだろ。ナイン。くそー。テン。え、一歩の勝ち。そうだ。すげえ。決まったぜ。本当かよ。え、嘘だろ。一歩のやつが勝っちまったぜ。宮田相手に KO 勝ちなんて信じられない。